はい、置いたよ。スイカ割りスタート。うっしゃー、シリズカモン。あんたが原点に立って巨軸方向を向いているとして、2プラス 3i の地点がスイカよ。うん、どういうこと？コスケくん、複素数平面だよ。前に 3i、右に2進めばいいんだよ。前に 3i 進むってなんすか？覚えてないの？複素数、本当に理系として恥ずかしくないわけ？それよか指示の方に問題ありな気すんだけどな。右に2歩なのか2メートルなのか単位つけろや。そこか。甘いわね、トラスケ。真の理系ならこれでスイカは割れるはずよ。ここか、こっちだな。というわけで次は池田先生、どうぞ。実はスイカ割り初めてなんですが、うまくできますかね。スイカの場所は3プラス 7i ですよ。いか、茨田くんの指示通りですね。驚きましたか、コスケくん。確かに3プラス 7i ではスイカまでの距離は分かりませんが、複素数平面とて普通のグラフと変わりません。3対7という比率から67度くらいの角度の先にスイカがあることが分かります。つまりこの角度の直線上に必ずスイカはあるわけです。聞いてみると簡単でしょう。いや、驚いてるのはそこじゃなくて。